将軍を震え上がらせた正室、お江。将軍を尻に敷き、大奥ができた時代にもかかわらず、決して側室を持つことを許さなかった女性がいます。浅井三姉妹の三女、お江です。今回は、そんな彼女の激動の人生、政治に利用される弱い女であった頃から、大奥を支配し、女の天下を手にするまでについて取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。父との別れ。後に江戸幕府第二代将軍、徳川秀忠の正室となるお江。彼女の激動の生涯は、近江の国、小谷から始まります。父、浅井長政、母、お市の方の三女として生まれた彼女。後に浅井三姉妹と呼ばれ、姉には秀吉の側室で秀頼を産んだ茶茶、お初がいます。最初の悲劇は、なんと、お江が生まれて一年も経たないうちに訪れます。長政が叔父、織田信長と対立したのです。金ヶ崎の戦いで、織田徳川軍と朝倉軍が衝突し、浅井は今まで織田方だったのを裏切り、朝倉に味方したためです。1573年、姉川の戦いを経て、織田軍に追い詰められ、小谷城は落城します。長政は自害。落ちゆく城から母と姉たちと共にお江は助け出されます。まだ父の顔もわからず、物心つく前に父を失ったのです。母は信長の妹であったため、三姉妹と一緒に織田の大叔父、信継のもとに保護され、信継が亡くなると岐阜城に住むことになりました。しかし息つく間もなく、再びお江を悲劇が襲います。1582年、本能寺の変です。明智光秀の裏切りにより、叔父信長は自害、お江たちは後ろ盾を失います。豊臣秀吉が光秀を討伐してくれたものの、母が信長の妹であったために、母や三姉妹は織田家の後継者争いに嫌応なしに巻き込まれてしまうのでした。信長はすでに信忠に家督を譲っていました。しかしその信忠も亡くなり、後継者候補はまだ3歳の秀信に。3歳が大名たちを取りまとめるのは無理ですから、後継人か別の後継者が必要です。それを決める清須会議にて、母お市の方は織田家の宿老柴田勝家と再婚、三姉妹と共に越前に移り住むことになります。ここでようやく優しい養父と母と穏やかに暮らせると思っていたお江でしたが、最愛の母との別れ、そして秀吉に。翌1583年、秀吉と勝家が対立を強めます。清須会議で決まったお市の方の再婚に、秀吉は不満であったという説もあります。秀吉と勝家の対立が賤ヶ岳の戦いとなり、勝家は秀吉に敗れてしまいます。追い詰められた勝家は自害。お市の方もまた、三姉妹の除名嘆願書を秀吉に送ると、勝家の後を追う道を選び、自害してしまいます。まだ10歳の頃に、お江は身寄りを失い、二度も落城を経験してしまいます。実の父も母も、育ててくれた父もいなくなってしまった。私たちは一体どう生きていけばいいの？三姉妹は母の除名嘆願が受け入れられて、秀吉に保護され、彼のもとで暮らすこととなります。
衣食住は保障された暮らしではありましたが、間もなくお江には三姉妹の中で一番早く結婚せよという命が秀吉から下されるのでした。これ以降お江は秀吉に利用され、二度の離婚を経験し、三度も政略結婚することになるのです。一度目の結婚相手は尾張の佐治和成。和成の母は信長お市の方の妹なので、彼はいとこにあたるとはいえ、親しくもなく面識もありませんでした。秀吉の目的は、和成が有名な水軍を率いる織田一門の武将であったため、秀吉に逆らわせないように味方に取り込もうというものでした。ところが一年も経たないうちに、この結婚には暗雲が立ち込めてきます。1584年の小牧長久手の戦いで、秀吉と織田徳川軍がぶつかった際に、戦いを終えて帰国する敵の徳川軍に和成は船を貸してしまうのです。秀吉はこれに激怒。姉の茶々が急病であると文を出して、お江を呼び戻し、そのまま無理やり離縁させてしまいます。逆らえぬお江、亡き母お市の方から、夫婦は一度結ばれたら死ぬまで添い遂げるものですよ、そう教わって育ったお江は、私には母上のような結婚生活は無理なのであろうかと枕を涙で濡らします。そして数年経ったお江18歳の頃、秀吉は今度は身内だから安心じゃと二度目の結婚を命じます。相手は秀吉の甥、秀勝です。ここでお江は初めての子貞子に恵まれ、順調な結婚生活を歩めるとばかり思っていました。ところが夫の急逝、そして娘との別れ、同じ年に夫秀勝が朝鮮出兵の出征先で急に倒れ病死してしまいます。幼い血のみ子を抱えて、お江は未亡人となってしまったのです。途方に暮れたお江、どうしてこの子を抱えてどう生きていけばいいの、私の人生なぜこんなにつらいことばかりなの。その頃天下統一を目前に控えた秀吉は、徳川家康を家臣として従わせる一歩手前でした。そこで秀吉はお江に三度目の政略結婚を命ずるのでした。相手は後に二代将軍となる徳川秀忠、家康の息子です。これには秀吉の企みがありました。お江と秀忠を結びつければ徳川の者は逆らえまいというものです。さらに秀吉はお江に命ずるのです。もし秀忠との間に女の子が生まれたら秀頼と結婚させよ、つまり二人の間に生まれた徳川家の子を豊臣の家に嫁がせれば、なおのこと徳川の家の者を全員取り込めると考えてのことでした。その後に続けてお江にとってはつらい命令が下されます。今いる娘貞子は豊臣の家に置いていきなさい、茶々に育てさせることにする。貞子には豊臣の血が濃く流れているから徳川の家には連れて行かせないというのです。秀吉に逆らうことはできず、泣く泣くお江は、姉が大切に育ててくれるのならばと一人秀忠のもとへ嫁いだのでした。三度目の結婚、徳川家へ。お江22歳、秀忠16歳の時の結婚。年上女房であったからとも言われていますが、お江は嫁ぐなり秀忠に、もう殿方の言いなりになる人生はしまいじゃ
我慢はいたしません。こう言って秀忠を尻に敷いていったと言われています。とはいえ、実は秀忠も元婚約者を失ったことがあり、心に同じ傷を負った者同士、最終的に2人の間には7人もの子が生まれたので、仲は睦まじかったのでしょう。その中の一人が後の三代将軍家光です。将軍の聖母となった正室は徳川家の歴史の中で小郷ただ一人だけでした。秀忠に嫁いですぐ豊臣秀吉の死亡、関ヶ原の戦いを経て大阪の陣で徳川家が勝利してからは小郷の立場も盤石となります。秀忠が2代将軍となってから、大奥の元となる女性だけの間が作られました。しかし秀忠自身は側室を持たなかった、いや正室小郷にかなり気を使って持てなかったのです。これは秀忠が実直な性格で、かつ小郷がとても嫉妬深かったからと言われています。二男五女に恵まれているので必要がなさそうに思えますね。実際に大奥を将軍が利用し、側室をたくさん作り、跡継ぎを多く設けようとしたのは家光の頃からでした。さて、そんな恐妻家の秀忠にも気の迷い、一度や二度の浮気はありました。その度に小郷は、浮気は許しませんと申しましたよねと秀忠を追及。秀忠が縮こまっている間に相手の女と子供を見つけ出して、江戸城から追放じゃと叫び、手のつけられない怒りようでした。浅井三姉妹は茶々も嫉妬深く浮気を許さなかったと言いますし、これは血筋なのかもしれませんね。受け継がれる小郷の血。小郷の死は53歳の時急に訪れます。運悪く夫秀忠と息子家光と忠長は後水の王天皇の行幸のために上洛し、江戸を離れていました。危篤の知らせを受けましたが、秀忠と家光の二人は上洛した京での任があり、すぐに駆けつけることができませんでした。忠長だけが急ぎ京から江戸へ駆けつけるも、忠長が江戸に着いたのは小郷の死から2時間経った後でした。数日遅れて秀忠と家光が江戸に帰ります。その頃小郷の遺体はすでに火葬され灰となっていました。当時一般的であった土葬を拒み、火葬を望んだ理由ははっきりとは分かっていません。一説では小郷はこう願ったのではとされています。土葬は日が経つと腐り落ちる、そんな姿を夫や子供たちには見せたくない、死に目に会えないならせめて美しい記憶のままでいてほしい、そうじゃ火葬にしてしまえば。そうして灰となった小郷は今でも代々の徳川家将軍が眠る増上寺に夫や子供たちと一緒に祀られています。小郷が亡くなった後、家光が三代将軍となり、血は脈々と受け継がれていきます。しかしその後、小郷の血筋は七代将軍家継がわずか6歳で亡くなり、そこで途絶えてしまいます。しかし小郷の血は現在の皇室に受け継がれていることをご存知でしょうか。2番目の夫秀勝との娘貞子、貞子は小郷と引き離された後に茶々が立派に育て上げ、彼女の力で江戸時代の摂関家の一つ九条家の九条行家に嫁いでいます。そしてさらに秀忠との子勝姫が産んだ娘と貞子の息子が結ばれて、その子孫は大正天皇の皇后となり、皇室に小郷の血が受け継がれているのです。
金城天皇をはじめとした直系の皇室の方たちは全員お江の遠い子孫ということになるのです。戦乱の運命に翻弄され豊臣秀吉に利用され、しかし最後は将軍の聖母にまで上り詰めた女性お江。皆さんは彼女の生き方についてどう感じましたか？感じた思いをコメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしい人物などありましたらリクエストもお待ちしております。またこの動画が面白いと思われた方はぜひチャンネル登録をお願いします。